水路閣の上を、琵琶湖疎水が流れる、楊南禅寺は、京都市佐京区南禅寺副地町にある臨済宗南禅寺派の大本山の寺院。3号は、随流山。正式には、太平洋国南禅寺寺と合する。海山は無関不門。海気は、亀山法王。日本最初の直岸禅寺であり、京都御山及び、鎌倉御山の上に置かれる、別格扱いの寺院で、 日本のすべての禅寺の中で最も高い格式を持つ南禅寺の金流以前であるが、この地には亀山天皇が文英元年に造営した利休の禅林寺殿があった。禅林寺殿の名は南禅寺の北に隣接する浄土宗西山禅林寺派層本山の禅林寺に由来している。この利休は上の御所と下の御所に分かれていたが、公安十年に上の御所に 亀山上皇が自物堂を混流し、南禅院と名付けた。これが南禅寺のそもそもの始まりである。後に、自物堂の南禅院は、南禅寺の達中、南禅院となっている。亀山上皇は、昭王2年、40歳の時に落職して、法王となった。2年後の昭王4年、法王は、禅臨寺元を寺に改め、当時80歳の無責不問を解散として、 これを龍安山前林禅寺と名付けた。伝承によれば、この頃前林寺殿に、夜な夜な妖怪変化が出没して、亀山法王や、お月の官人たちを悩ませたが、無関不問が弟子を引き連れて、前林寺殿に入り、静かに座禅をしただけで、妖怪変化は退散したので、亀山法王は無関を解散に生じたという。無関不問は、信濃国の出身。 東福寺解散の縁に,に指示した後、40歳で、僧に留学、10年以上も修行した後、校長2年に帰国した。70歳になるまで、自分の寺を持たず修行に専念していたが、死の縁にの死を受けて公安4年に、東福寺の十字となった。その10年後の昭和4年に、南禅寺の解散として招かれるが、間もなく死去する。海産の無観の死去に伴い、 南禅寺藍の建設は、実質的には二世住職の正しや祖園が指揮し、かつての前輪寺殿の下の御所を整備して、永忍七年頃に時間が整った。当初の両安山前輪禅寺を太平洋国南禅禅寺という事業に改めたのは、昭安年間のことという。一山一姉が昭和2年には、五田上皇の婚生に応じ、上落して、 南禅寺三世となった。小中二年には、無双祖籍が当時に重している。建武元年、五代醐天皇は南禅寺を五山の第一としたが、四徳三年に、足利義満は、自らの混流した小国寺を五山の第一とするために、南禅寺を別格として五山の上に位置づけ、さらに五山を京都五山と鎌倉五山に分割している。 南禅寺境内にある、琵琶湖疎水の水道橋この頃には、南禅寺は、達中六十か、寺を要する、大寺院となっていたため、旧仏教勢力の延略寺や三井寺と対立して、政治問題に発展、官僚の細川頼之が朝廷に乗り出すという一幕も、あった。明徳四年の火災と文安四年の南禅寺大火に、見舞われ、主要伽乱を消失したがほどなく再建。しかし、 応仁元年に勃発した応仁の乱における紫外線で伽乱をことごとく消失してからは再建も思うに任せなかった。南禅寺の復興が進んだのは江戸時代になった慶長10年に維新数伝が入事してからである。翌慶長11年には豊臣秀頼によって報道が再建されている。維新数伝は徳川家康の側近として外交や自社政策に携わり、 国威の最小と呼ばれた政治家でもあった。達中の昆虫院に従した数年は江戸幕府から総録という地位を与えられている。これは日本全国の臨済宗の寺院を統括する役職である。以後、昆虫院の従事は金似総録と呼ばれ絶大な権勢を誇った。1875年、境内に日本初の公立精神科病院。 京都府両病院付属店教員が設立されている。1888年に建設された、当時の境内を通る琵琶湖疎水の水路閣は、田辺北郎の設計によるもので、テレビドラマの撮影に使われるなど、今や京都の風景として定着している。建設当時は、古都の景観を破壊するとして、反対の声も上がった一方で、南禅寺の山門には見物人が殺到したという。 明治維新直後には政府の上地に愛知領の多くを失ったため廃絶に追い込まれた達中も少なくなかったが、その跡地は邸宅地として再開発され、そこには植地こと小川寺平により疎水から引き込んだ水流を死刑とする数々の名庭園が作られ、今なお貴重な空間として残っている。1895年に報道が消失している。 1937年、将棋の坂田三吉、木村義雄の対局の舞台となった。この対局は、同年の2月5日から11日までの7日間で、持ち時間がかくも物30時間という大勝負であった。また先手、木村の76歩に、後手坂田が94歩と指したことで都に有名。勝負の結果は、若い木村が、恒例の坂田に解消した。 なお南禅寺境内は2005年に国の史跡に指定されている。報道歴史を感じさせる三本の柱法上、コンチン、鶴亀の庭、三角街から見た三角直詞門重要文化財のうち印の4件は大法上昇壁画である。天居2000年までの指定物件については国宝重要文化財大前別館による。大法上昇壁画の名産油豆腐は、 南禅寺周辺参道の精進料理が起源とされている。山形県酒田市、鶴岡市では南禅寺豆腐というほぼ半球の形をした豆腐が名産。江戸時代に北前船に乗って京都から西回り航路で伝わったと言われている。5月から8月中旬までの間の期間限定販売。ありがとうございます。